のアクセサリーチャンネルへようこそ。今日の動画はですね、皆様にお知らせがあります。実はですね、先日から LINE のオープンチャットを開設させていただきました。ポムッコのお部屋というお名前の LINE のオープンチャットなんですけど、そちらでは YouTube しか見てないっていうお客様や、常に Instagram をチェックできないというお客様へ向けて販売会のお知らせなどを定期的に伝えていこうかなと思っています。また制作の裏話や現在の進行状況など、いろんなことを発信してますので、ぜひお気軽にご参加いただけたら嬉しいです。で、 LINE のオープンチャットは普段使われている LINE のアイコンだったりお名前だったりを使用せずに、匿名でお好きな名前やお好きなアイコンで参加することができますので、ぜひお気軽に参加いただけたらと思います。ポムッコのお客様同士でお話しできる機会をずっと作りたいなって思ってたんですけど、この度 LINE のオープンチャットにてその場所を作ってみました。実際にほとんど毎日稼働しておりまして、商品の届いた用報告だったり、着画だったり、これからどこかできますなどの報告とかを皆さんすごく送ってくださるので、私も息抜きに楽しみに拝見させていただいてます。 LINE のオープンチャットへは YouTube の概要欄からか、 Instagram のリンク、またはネットショップのリンクからご参加いただけますので、ぜひチェックしてみてください。そしてなんと第2回目のオフライン販売会が決定しました。次回はですね、4月の29日月曜日、祝日です。ゴールデンウィーク中になんと兵庫県の神戸市に行くことになりました。はい、でチケットの販売、今回も完全予約制のチケット制にさせていただこうと思ってるんですけど、オフライン販売会へご参加希望のお客様は4月1日夜9時からネットショップにて販売される入場券のチケットをご購入ください。でチケットは1枚につき2点までオーダーが可能となっております。なので同じ時間帯に2枚ご購入いただければ4点までオーダーが可能です。例えば旦那様とか彼氏さんとかお友達とかとご来場くださる場合でも、スペースの最大収容人数というものがありまして、たくさんになってしまうと大変なので、お一人1枚ご購入いただけたらと思います。チケットにはお土産がついてくるので、そちらも楽しみにしていてください。オフライン販売会では必ずブロッサムシリーズのオーダーをしていただくことができます。また当日会場にてご購入いただけるセレクトアクセサリーもご用意させていただきますので、こちらも楽しみにしててください。オフラインのチケットは12時半から午後6時半までの6部制となってまして、1時間ごとの交代となっております。ゆっくり見たいっていうお客様は連続した時間のチケットをご購入いただけましたら、2時間会場にいていただいても大丈夫です。前回のオフラインの時もお一人で何枚も買っていただいて、何点もオーダーしてくださったお客様がたくさんおられました。実際に目で見るのと写真で見るのは全然違ってて、ミニブロッサムを最初ご購入予定だったんですけど、実際見たらプチブロッサムにしましたとか、写真ではお伝えできないものも実物では伝わるかなと思います。実際の目で好きなデザインを選びいただけたらと思います。オフライン販売会のより詳しいことにつきましては、今後 Instagram や LINE のオープンチャット等でお知らせさせていただきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。今回はゴールデンウィークなので、前回の名古屋でのオフライン販売会の時よりもチケットの枚数を増やしてたくさんの方に見ていただけるようにしておりますので、ぜひこの機会にご参加いただければ嬉しいです。4月1日からオフライン販売会の前日までチケットの販売はさせていただくんですけど、結構早い時間帯は完売するのが早かったので、もしこの時間に行きたいっていうのがあれば4月1日にご購入いただけたらと思います。で今回もオフライン販売会の様子を YouTube の方に載せれたらなと思ってますので、今回のオフライン販売会ご参加できないというお客様も
していてください。はい、でインスタグラムの方では結構ご紹介させていただいてるんですけど、実は、今月よりスタッフが増えました。生息の人数が2人になったのでスピードがすごく上がって、前回の販売会では約半月ほど発送の期限を早めることに成功しました。でスタッフは私の母なんですけれども、とても毎日楽しく2人で頑張ってます。母は常にいるわけではないので、私が1人の時もあるんですけど、今までよりも格段にスピードアップできているかなと思っているので、今後も引き続きオンライン販売の方にも力を入れていきますので、オフラインではなくオンラインで購入したいというお客様へも商品を届けられるといいなと思います。はい、以上私からの最近の近況のご報告でした。ぜひね、 LINE の